皆さんこんにちは。週刊プロレスの宍倉です。週刊ゴングの長野です。ライバル誌の2人が、今日は解説を務めるんですけど、まああまり対抗意識とかは抜きにして、今日は FMW の楽しさ面白さを、存分に語りたいなと思ってるんですけど、あ、でも宍倉さんこれね、はい、やっぱり何が飛び出すかわからない FMW ならではの企画ですね。そういうことですね。まず今日前座から、入りますけど、この試合はミックスマッチ、まあ、普通ミックスマッチというと男と女の混合というね。そうですね。こうやってミゼットと普通のレスラーっていうのはあんまりメキシコやアメリカでもないんじゃないかなと思いますよ。そうだよね、うん、で一応ねルールとしてはミゼットはミゼット同士、うん、普通の普通のレスラーって何ていうのかな、何て言うんでしょう、なんて言ったらいいのか、大きい方は大きい方でやるって、はい、と言いながらもいきなり普通のレスラーとミゼットとかまあ絡んでしまうという、これがまた、まあ、これをまた見たいんだけどね。そこが面白いんですよやっぱり、あ、ウルトラマンと上野、この2人はずっとね、はい、試合でやってきて、はい、これが最終戦なわけだから、上野がどのぐらいこの帰ってきたウルトラマンにぶつかっていけるかっていうのが見どころになると思うんですけど、ね、そういうことだね。これ上野くんはこのビデオでは初登場になるわけね。ああ、そうなんだ。彼は会場ではねすごい人気で、 FMW の、まあ、ホープというか、初めはねレフリーとして出てきて、レフリーコールかなんかも受けてた時代もあったけども、そうもう今はホープというかね、うん、まあ、これちょっとややこしいんだけど、覆面同士がタッグを組んでいるということで、ウルトラマンと、サグラダ、桜じゃなくて桜だね、桜だねが、まあ、組んでると。で上野行ってみると、ラティータモルダン。しかしやっぱりチームワークっていう意味じゃね、ウルトラマンチームの方が同じスペイン語喋るんでね。ああなるほど。ちょっと上野くんがスペイン語喋るって聞いたことないから。聞いたことないね。でこのピラティータっていうのもなんか体重が78キロってさっき宍倉さん言ってましたけど、うん、って聞いてるんだけど、まあ実際その動きとかね、その雰囲気なんか見てもミゼットって感じがしないでしょ、うん、むしろまあサグラダの方がいかにもミゼットっていうかね、そういう佇まいを持ってるというか、うん、感じなんだけど、あ、出ましたねピラティータね。あ、今ちょっと説明し忘れてしまったけど、カンパーナでしたっけ。あ、釣り金型だね。あ、なるほど、うん、これいかにももうムシャリブならではのわけですね。おっと、また入ってきましたね。これ結構これやっちゃうんだよね、このミゼットとこの大きい方が。でも可愛いわこのサグラダは。そう、本当にミゼットならではの佇まいを持ってるっていうかね。さて場面は変わって、これが本ちゃんの戦いですね。これちょっと注目したいですね。もう今メキシコでは大きいレスラーのコピー版としてこうミゼットの人が出てきてるけども、このサグラダっていうのは本物より人気あるらしいですね。あ、もうとにかく大仁田選手がもうこの2人の対決を見たらもうぶっ飛ぶとあっと驚くという振り込みで来ただけのことはまああるという感じだけどね。そうですね、うちのメキシコ通の清水編集長もこの2人だったらもうメイン取れると、はい、FMW でメイン取ってもおかしくないっていうふうに言ってたぐらい入れ込んでましたからね。なるほど、うん、このウルトラマンがまた人気があるというか反響があるというか、うちの紙面でウルトラマンの特集やったんだけども、うん、これが大反響で、あ、まあまあ、いかに今のプロレスファンというのが遊び心っていうか遊びの精神を、ね、持ってるかっていうのが、まあ、分かるという感じなんだけど、でも本当期待以上でしたよ。そう、初めはね、うん、ちょっと見せかけだけかなと思ったんだけど、うん、あ、上野くんもメキシコの技出すね。まあ、ここまで受け入れられるとはちょっと予想外って感じはあったね、ウルトラマンの場合、うん、さあここちょっと注目したいけど、いや場外は飛んじゃうんだね、あの小さな体で。怖いでしょ、あの体で、この高さは。ね、素の人が飛ぶのってわけが違うもんね。うん、負けじとピラティータも飛んで、
これ下コンクリートだからやっぱダメージ大きそうね、お互いに。しかしなんか可愛いのね、セレステもね。このサグラダは。ここから正常な展開になるのかな。あ、さあルチャの動きが始まりそうですよ。飛びついて、あ、これはいわゆる後方回転エビってやつかな。裏カンラナってやつですかね。あ、ちょっとあれ肩がついてないけど入れちゃうかな。2、3、入っちゃった。まあこれはもうご愛嬌っていうか、まあね、決まってるし、足が短くてちょっとね、肩が浮いちゃったっつうだけだから、まあ硬いことは抜きにして、うん、ミゼットの場合は楽しみましょう。はい、今の、ミゼット、普通のレスラーによるミックスドマッチについては、全王女子選手権、これまた、先ほどと同じようにダイジェストでお届けします。全王女子選手権あまり聞いたことないあれなんですけど、私は最初テニスかと思いましたけどね、はい、いや、あのさすがに耳はね、もうこのベルト取られないという意味かね、はい、あのベルトの中に耳ってもう入ってるんだね、名前がね。そうそうそう、よく見るとこれがね入ってて、だこれで佐藤が取ったら美和ってちょっと変えなきゃいけないとなるほど、まあ、これはアイドル対決ですかね。そうですね、うん、まあ、ベルトに関してはあの、まあ、比較したらちょっとあれですけど、まあ、カルゴチが前に持っていた実力世界一の、まあ、称号のベルト、まあ、ああいったニュアンスというか、まあ、本人が、まあ、そういうニュアンスと取るしかないですね。そうですね、ただ本当にそれを名乗るだけのやっぱりものっていうのはこの人持ってるし、うん、ビル・ロビンソンのコーチも受けたっていうし、うん、体もね非常に、セクシーでもあるし当然スポーツ選手としてもいいし、これで、当初の FMW のアイドル的だった佐藤選手がね、今あの工藤選手が人気がガーッと出てきたから、うん、ちょっと影が薄くなってきた、ね、うん、ここでどのぐらい頑張れるかなっていうのがね、うん、それにしては、まあ、これ佐藤選手が挑戦者なんで本当は、ね、チャレンジャーらしくガンガン積極的にいかなきゃいけないんだけど、むしろ逆の展開になっちゃってるね。でミミっていうのがこれがまた気が強くてね、スタジオ撮影大変だったんですよ。ああ、それちょっと聞かせてください。あのね、やっぱりあのプレイボーイで脱いだとかなんとかっていう話ありましたけどね、本人はレスラーっていうプライド持ってるから、こうあんまりセクシーなポーズっていうのかな、そういうのをね、やってくれって言うと嫌がるんですよ。でカメラマン何人か連れてってね、自分の気に入ったカメラマンには結構サービスしてポーズ撮ってくれるんだけども、気に入らないカメラマンには全然撮らない。相手を見ると、人を見ると。だから外人担当の茨城さんっていうのがいるんですけども、結構苦労してたみたいですね。みたいですね、やっぱり美人ならではの気難しさってやつですかね。あ、客席からはブーイングも出てますね、でもちょっと佐藤選手元気ないね、これも急遽タイトルマッチ決まったから、あのかわいそうといえばね、かわいそうだったんだけど、いきなりドロップキックの自爆から始まってしまったけど、ちょっと悲しい展開だこれ最初は天田対工藤の勝者がミミに挑戦するという、まあ、状況だったのが、まあ、天田選手が、まあ、欠場してしまって、病気で、で工藤、トヨタ戦がこの日決まったもんで、まあ、残り平野卓女子から、まあ、先発されたという感じですね。これなかなかいいやんですね。これはやっぱり男性ファン好みかなっていう、なかなかいいところにカメラがあったかなという感じがしますね。ちょっとしたサービスってやつですね、そうですね。このギロチンなんかも、もう必ず乗せたくなるというこのアングル、
でも耳は足が長いですね。本当にもう、でも確かにレスラーらしいっていうかね、大きさから言ったらもう非常に恵まれたプロポーションしてますね、うん、あの男で言えば金星が取れたっていうね、そうそうそう、言い方できますよね。お、これでお、さあブレンバスター持っていけるか。あ、ボディスラムだった。それでも客席はワッとなく、ちょっとストンピングとギロチンは情けないかなっていうのはあるけどもでもまだキャリアがね、彼女もないから、まあちょっと佐藤選手には荷が重かったかなという感じがしないでもないけど、でも本当にこういうチャンスを一つ一つね、なんかあのものにしていかないと。それにしても俺大人と子供だね、本当によく言う表現だけど、うん、もう2人は特にそれを感じちゃうね。で佐藤選手は小さいからね本当に片谷美美選手はこれ女子プロの中でも逆に大きい方に入りますからね、うん、ちょっと勝負にならないかなという感じもあるけど、ね、でもやっぱりタイトルマッチ挑戦っていうのはそうあることじゃないから、うん、なんとかね、うん、一つでもいいから光る部分を見せてくれるといいんだけど、さあ見せてくれるかな。この辺の空中戦にかけたいところなんだけど、自爆してしまう。やっぱり焦っちゃってタイミングがね、そんでブレンバスター、このなんかはお尻を映してるのがちょっと気になりますねカメラマンもその辺はよく分かってるというか、まあ、偶然なのでしょうかね。いやでもカメラマンだいぶ力入るみたいですよ実際に。やっぱり、あ、今トップロープかな、ダイビングボディプレス、ああこれで決まりかな、プレスですね。あー片指もろに大きな胸を乗っけられてしまったっていう感じですね。何ですかこんな技なら決まりたいとか言ってるこれはきついんですよ、なかなかこの人が分かってたら楽しんでる暇ないですよ、はい、まあちょっと荷が重かったかなっていう気もしますけど ね、まあこれも一つの経験だから、最後までセクシーに決めるドミニク・ジェント・ミニ選手、さすがですね。日本語もちょっと覚えましたかね。覚えましたね。待ちかね、女子プロレスでは初めてのストリートファイトマッチ、工藤めぐみ対豊田のりお、この試合に限っては、スペシャルゲストが私の隣に座っています。この人です。こんにちは、工藤めぐみです。よろしくお願いします。もちろん本物です、はい、まあ、工藤選手のこれ肉声が大体、ファンの皆さん聞かれること自体が珍しいと思うので、はい、今日はじっくり、聞いてほしいなと思います。あ、今テロップも出ました、はい、これFMW では初めての、ね、女子によるストリートファイトマッチということで、はい、まあ、なぜこういうカードになってしまったのかと、まあ、この辺のいきさつを本人の工藤選手からまずちょっと聞かせてください。はい、最初は仲間としてやってたんですけども、アウトブレイカーでね、はい、そうです。でもやっぱりやっていくうちに、時間が経つうちにお互いの方向性っていうか試合内容の手段が違ってきちゃったんで、やっぱり自分は自分のやりたいようにやっていきたいなと思ってたんでそれでやっぱり変わってきちゃったんですけど、まあ、この試合見てたらちょっとね笑ってられないという感じもあるんだけど、そうですね、ストリートファイトマッチっていうのは、まあ、これ FMW の、ね、女子で初めてだし、はい、もちろん工藤選手とっても初めてなんだけど、はい、どんな印象がありました。なんか試合を終えてみると内容とかほとんど覚えてないんですけど、ほとんど場外でやられてたっていう気がするんですけど、ご覧の通り、はい、すごいですけど、でも今までの試合の中で一番自分を出せたっていうか、発散して思いっきりやった後にやったなって感じがすごいした試合なんです。確かに試合前にも言ってたけど、まあ今までのね、はい、ない自分を見せたいっていうか、はい、確かにこういう工藤選手は僕の記憶にもないし、はい、まあ全日本女子時代は
ダンプ松本によくいたぶられたと思うそういうイメージしかなかったんだけど、はい、これアウトブレイカーズの3人は、はい、あの同期なんだね。はい、同期です。いわゆる、昭和61年入門してデビュー、はい、まあ、通称61年組とか呼んでるんだけど、はい、まあ、今全日本女子でいうとアジャコング、バイソン、木村、はい、ハニーウィングス、みんな同期だね。はいはい、そうです。この61年組ってのは本当にパッとしなかったというか、まあ、はっきり言って、うん、あまり注目されなかったんだけど、はい、ここに来てなんかみんなね同時に、はい、同じ時期にすごくこういう風に、クローズアップされてきて、はい、僕なんか本当考え無駄なんだけど、はい、どうですかその男性ファンに声援されるというのは。なんか今までに味わったことのない感じがするんですけど、うん、でもそういう大きな声援聞くと、あの最初はこの試合前とかもすごい恐怖だったんですよ。怖くてしょうがなかったんですけど、うん、でもそういう大きな声聞くとやる気に変わっちゃって、すごい自分の励みになるっていうか、うん、もうこの声一つで全然変わるなって感じがします。ああ、それはあるだろうね、はい、うん、どう、全日本女子時代は男の子のからファンレターとか来た？今と比べたら全然です、うん、女子の方が、女の子の方が多かったかなって感じ。ああ、そうかもしれないね、はい、うん、でも自分はこんな怖い気合いの入ったトヨタっていうのは初めて見ました。あ、このトヨタ選手も、まあ、前は、まあ、ここだけの話というか言ってしまうけど、覆面をかぶってダイナマイト・ベアだったかな、はい、ダイナマイト軍団の一人でやってたんだよね、はい、それだけなんというかやっぱり印象が薄いというか存在感が薄い存在だったんだけど、それがねここに来てもうすごくなんか個性的なレスラーになったというかね、ちょっと今の風貌はなんか特に血が出たりすると流血したりするとダンプ松本に似てないまでもなくいいけど、うん、で迫力満点だよね、はい、パワーもすごい人並み以上っていう、うん、これ彼女のパワーってのは本当女子プロレスの中でもかなりあれでしょ。そうですね、トップクラスでしょ。これがまた臨場感があるんだこのカメラが見てても痛さを思い出します。うん、この辺りかなりもう苦しいとこでしょ。はい、ね、アマダがセコンドについててチクリチクリと手を出して、うん、なんか目に見ないところでやっぱりやるんだよね。そうなんですよ。アマダは非常になんというか感情的になりやすいところがあるから、ね、確かにちょっと工藤選手と合わないかもしれないね。まあなるべくして別れたという感じで、あ、これは天田選手が持ってたベルトかな。そうですね、これベルトの攻撃はきついよね、しかしこの豊田選手もこの、まあ、皆さんご存知かと思うけどヘアスタイルがまた独特の、このシリーズの開幕戦からだったかな、はい、あって、まあ、それだけすごく意気込みが伺えるという感じもするんだけど、ベルトを奪って反撃だ。目には目をですね。そうだね。うん、痛いでしょこのベルトは。また痛いですね。とかなかなか消えないんですよ。あ、まだこれ服着てるから、ね、多少は水着の時ではいいかもしれないけど、あ、こんな工藤選手は本当初めて見たわ。さあやっと技が出るかな。ボディースラムから、まだだいぶ苦しいところでしょ。そうですね、あ、このヘアスタイル注目してください。これがなかなか凝ってるんですよ、よく見ると。なんでもね蔓延したというような話だから。いかに意気込みがあるかという。眉毛も剃っちゃってますからね。そうそうそう、ここまでやると思わなかったね。工藤選手、あの FMW っていうのは雰囲気とかどうかな。私は FMW は大好きですけど、うん、特にあの自由な環境っていうか、うん、本当伸び伸びやれるってとこが一番だから、自分の持ってるもの以上の力っていうのが出しやすいっていうか、うん、あ、本当何でもやれちゃうから、うん、やらなきゃ損みたいな感じがあるから。あ、それはあるかもしれないね。どんどん自分の思ったことやっていかないと、うん、お、ドロップキックだ。これパワーファイターなんだけど、
なかなかこのドロップキックが素晴らしいんだよね。コラケンホールでこの一発でものすごく湧いたことがあったけど、なかなかね、名手なんだよね。あ、苦しいところが跳ね返した。これは起きたくても起きれないんですよね。あ、体重あるしね。この辺りの雰囲気は本当断髪もそっくりだな。もう一丁行くぞ、ラズキョーラ。もう一丁行くの気合とともに場外、今日はこのストリートファイトマスターはもう リングというか会場全部が戦場になるね。だからそういう意味でも会場全体を使わなきゃ損という感じで、まださすがにトヨタ選手よく分かっててすぐ場外戦持ち込もうとするんだけど、さあ、おかしたこと場外で見れました。こんなこともやったことないもんね。そうですね。さて、コーナーを登ってプランチャー寿司だか、うわ、飛んだ飛んだ。これも結構重そうだ。これもきついぞ。トヨタはコンクリートにちょうど頭をぶつけた。あ、ちょうどね、はい、うん、なんかセコンドの天田選手もちょっと顔をなんか直撃されたという感じがあったけど、これは相当ダメージを与えたね。この技は今まで使ったことあるの？ありません。あ、じゃあこれが初公開なんだ、はい、完全に、はい、あ、ぶっつけ本番です。ぶっつけ本番で、はい、よくと飛んだという感じだね。このキック攻撃またすごい。客席がどっと湧いてるもんね。しかしパンチ一発、あ、すごいリアクションです。このリアクションがまたこれももう初めて見るというか、やっぱりそう燃やすものがあるんだろうね、このリングっていうのは。特にこの会場って独特の雰囲気があって、いつもとは全然違かったです。まあこの日の本当盛り上がりというのは大盛り上がり大会というか感じで、はい、第一大会では脇にはいたからね。でこれを切り返して悔しがってるけど、まあそろそろ技で勝負したいところだけど、ね、まあこれはジャマイコタイズリですね、はい、でも服を着てると確かに動きづらいっていうのはあるかもしれないね、こういう技をやる場合は。そうですね、うん、これまたジャマイコタイズリ後方回転エビが、はい、あ、でもこれじゃ決まらないね。相当トヨタ選手も苦しそうだけど、はい、こうお腹に肉がある人は丸め込まれるのがすごいきついって言ってましたね。あ、それは言えるね、はい、あ、その辺でこういう技を連発したわけだ、はい、しかしドロップキック自爆したところでちょっと危ないぞ。あ、これがちょっと致命的になったかな。グッと持ち上げて、まずカナディアンの体勢かな。これは意外な技だ、サンダーファイアパボーン。言わずと知れた大仁田選手の18番、これ意外だったね。カナディアンバックブリーカーかなと思ったら、うん、サンダーファイアに来たんですよ。これは聞いたでしょう。聞きました、うん、これは無念というかもう残念な感じだ ね。ここでセコンドにいる佐藤選手が襲われてしまう。ちょっとぼっとしてたかな。とばっちりという感じだけど、アマダも入って2人がかりのハイドライバーか。もうこの頃工藤選手はもうダウンしてとても助けに行けない状態だったもんね。そうですね。初めて食らうサンダーファイアパワーボムはこれやっぱり意外性もあって聞いたでしょう。聞きました。目の前何がなんだか分かんなくなっちゃって、あ、頭を押さえてるね。さあ、この後にどんなシーンがあるかというと、この辺りはもう大駆動コールだね。さあ、放送席のマイクのところに行って、これから今は FWたちが初めて帰ることになります。これはもう初めてのマイクアピール。
そうです。もう一度言ってください。これから私は FMW と一緒に歩いてきます。なるほど。自分はでした。これから始まる石格闘技タッグマッチ、もう本当にこれがね FMW の真骨頂じゃないかなと。真髄、真髄ですね。もう本当にキックボクサーがいて、テコンドーの選手がいて、プロレスラーがいて、でサンボの選手がいて、そうそうそう、何が飛び出すかって。何種類ですかこの試合飛び出すのは。まあそれはもう FMW の場合数えたらキリがないというか感じで、それにしてもこのキックボクサーが6人タッグに入っちゃうっていうのがやっぱりいかにももうおかしいというか面白いというかね。もうその姿見てるだけでおかしいなっていう。そういきなりそのキックボクサー三浦克樹が先発。なかなかド迫力で決めましたね、いきなりね。強いんだ、もうこの強さがもう非常にねファンの間で認められてて妙な人気があるっていうかね。いやもう FMW2 の間ではね結構ポイント高いんですよ。しかもこのなんというかちょっといかにも人がいいっていうのかな、そういうなんかいい味を持ってるんだよねこの人は。なんかこう人間的な深みがあるっていうか。そう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 、そういうようなね、うん、面がプラスアルファの要素としてあるんじゃないかなと。だから強さと人間味というこの2つの要素で非常に FMW のファンにね認められてきたというか。でたくましいでしょ体が。そうそうそう、私はねこの人40いくつなんですよね年齢は。だから行ってみたらキック界のマス斎藤じゃないかと言いたくなるようなイメージがあるんだよねこの上半身といい。でも元気、しかしもう一人元気なのが出てきましたよ。来た来た、この人はもう威勢の良さではピカイチだけどね。このキムさんもあっという間に人気者になっちゃいましたからね。本当に威勢がいい、とにかく威勢の良さが取り柄という感じで。ところがまたやられるとこれがまた打たれ弱いというか主戦に回ると非常に脆いというか。あこれでようやくねプロレス対テコンドーと普通のプロレス対何々っていう四角闘技の形式になりましたね。とリッキー・フジも戸惑ってますかね。さすがにね、このフジというのはいわゆるカルガリースタイル。そうですね、キントとか。カルガリーでレスラーになって、ちょうど彼がねカルガリー行く前僕知ってるんですよ。森村君って言うんだけども、新日本の練習生をやってて、あでこのね膝なんか、いかにもカルガリースタイルというか、いかにも向こうっぽいというかね。でも本当風貌も変わったしね、体型も変わりましたよこの人。だいぶ苦労したと思いますよ。あちょっとやっぱりキムはまだプロレス慣れしてないから担ぎ上げられたらなすすべがないっていうか。さあポーボンはコーナーかな。こんなの食らっちゃね、たまらないよね。もうぐったりですよ。これ生き返るのはちょっと大変かな。これテッコンドでこんな技食らうこと絶対ありえないもんね。やばい。でもキムはまたこういう展開になるとメタメタに弱くなってしまうから。でもまたこのギャップがいいんじゃないかというか、
なんか彼の魅力になっているようなところもありますけどね。元気なのと弱々しい両極端を持ち合わせた男と呼ばれてますからね、うんうん、そういう面では本当強さだけじゃなくて、なんというかな、すごくプロレス的というか、FMW 的というか、うん、これいい人選なのね、まあ、結果的になんだけど。そうですね、うん、これリーさん、キムさんとか非常にいい人選というか、よくこういう2人が来たなという感じがして、私は感心してるんだけど。しかも言い方悪いけど、これだけはちゃめちゃなマットによくなれたなっていうね。そう、これは一つのセンスなんだよね。いきなり今元気になりましたね。今ガッツポーズつけてるけど、いつもこれで疲れるって一部では言われてるんですよね。なるほど、気合が入りすぎちゃうポーズで、もうあそこでスタミナを使っちゃう。うん、そういう感じが見受けられますけどね。さあ、リーさんの登場出ました。ジャッキーチェンかブルースリーかリーガクスかと、うん、この人本当顔がいい、非常に。でまたこの小さいのにね、大きいレスラーに向かっていくっていうのがまたかっこいいんですね、うん、非常に自信満ちてるね、動きが。もう本当に一時の戸惑いみたいなのがなくなったでしょ、うん、お、これは注目の対決、リー対上田。これじっくり見てみたいね。上田選手の顔も変わってきましたね、うん、もう全然どっちも一歩も引かないっていう、緊張感がみなぎってるから。いや本当この2人なんかシングルマッチもね、ぜひ実現させてほしい。ファンの間では確かに2人の一騎打ちを見たいって声がすごく強いみたいだね。うん、まあぜひお願いしたいところですね。あ、今いいのが入ったけど、まあちょっとバランスを崩した程度かな。表情も変えないかったですね、上田選手は。さて三本朝子、今 FMW の象徴というかもう欠かせない、もうこれまた人気者、このキャラクター。もう顔見ただけでなんかね、うん、今お尻がアップになって映ってたけど、この人今もうこの時もうこのお尻が骨折してるんだよね。ああ、このちょうど1週間前の日南大会でしたっけね。そうそう、養生プロレスというやつだね、ところがね、まだこの時点では骨折を知らされてなかったね。まだ医者行ってなかったから自覚症状はなしと。そうそう、ただとにかく痛かったらしいんだけど、後で骨折を知ってね、それから急に痛くなったという、なんか本人は漏らしていたけど、そこがまた朝子選手らしいなっていう、これほどの重傷ながらやっぱりちょっと悲壮感を感じさせないところがかわいそうというか、気の毒というか。そこがやっぱり彼のいいキャラクターなんですよ。観客はそんなことお構いなしにもうアーコールとか言ってますからね。みんなでも朝子選手もリングに上がったのが去年の10月の旗揚げでしょ。そうそう、でその前にリングに上がったのは2回しかなかったっていうのが大したもんですよ。あ、今のバックドロップなんかやっぱりお尻はうまくね、ああ打たないようにね、体ひねって、さすがにカバーしてるね。お、2人が繋がって、これは珍しい。これは変わってる。ダブルの飛び蹴り、いやちょっとプロレスでは見たことないな。こういうのはテコンドーファンには見れないですよ、うん、FMW の会場来ないと。やっぱこういう技が出ちゃうところがこの2人の凄さというか、アドリブが効くところだね。頭固まってないからね、うん、また柔軟じゃないともうやっていけないですよ本当に、このリングでは。もうやったもの勝ちってさっき工藤選手も言ってたけども、本当そうだと思う。まさにそうだね。でまたこの6人タッグはどの絡みを見ても面白いんだ。もうどれとどれ誰が出てきても面白い。普通6人タッグだったらこれが出てきたらちょっと面白いとかあるんだけどね、この日の場合だとあれができて面白い。いや本当ちょうどね、この日に他の団体の関係者も見に来てたんですよ。だから FMW は面白いねって言うんですよね。もう第1試合からもう女子プロワールはミゼットワールはね、でデスマッチがあって異種格闘技があってね、なんかもうカーニバルを見てるような。なるほど、いいこと言うね。羨ましいねって本音でしょうね、うん、それね、他の団体じゃやっぱりできないから。確かに理屈抜きに面白いというか、うん、席を立つ暇がないんだよね。だから本当にもうある意味じゃゲリラ的かもしれないけども、うん、こういうものを取り入れたあの大仁田選手のね、発想の勝利というか、これは確かに旗揚げ前からこういう構想は大仁田選手もらってたんだよね。とにかくいろんなものをやりたいと、女子プロあり、ミゼットあり、いろんな格闘技ありと、まさに今それが結実したというか理想的な形になったっていう感じがするよね。本当にね、格闘技のおもちゃ箱みたいなね。そうそうそう、もうびっくり箱
かな。何が飛び出すかわからないんだから。本当にこの6人たる中そのもう本当に極致だね。ちょっと画面に映ってなかったけども、はい、上田が場外乱闘になると困るんですよ。ああ、それはまたグローブつけてるからね。何椅子は持てないしね。ただなんか、フットワーク使ってるだけってのは結構笑いましたよ。なるほど、ちょっと映ってなかったら残念だね。残念ですね、うん、確かにキックボクサーの場外乱闘ってもちょっと見てみたいけどね。あ、でも今のあたりはすごい重いパンチがバカバカ入った、うん、あれこれ決まっちゃうかな。カウント入ってるけど打たれ弱さもあるし、あ、決まってしまった。さすがに強い。なんか速射法というか決めるとこはきっちり決めるっていう、すごい混成軍が勝ちましたね。キック界のマサ斎藤とでも呼びたいこの上田勝司、ぜひね FMW で長く末永くやってほしいなと僕なんか思ってしまうんだけど、うん、人のいい朝子は握手を求めてるけども、うん、ところがそんなに甘いもんじゃない。今のはバッチリ入りましたね。これは効きましたね。もうお尻も痛いのに顔まで張られちゃう、うん、もうかわいそうですよこれ。もうしょうがないからマイクでアピールしたけど全く無視されてしまうという。いやもうやるだけですね。なんか自分はまだ見てないんですよ、どんな感じか。だけどまあこっちが危険っていうことは向こうも危険だし、だからもういつも通りもやるだけですよ。なんか作戦か何かは？いやありません、小細工は使いません。体ごとぶつかってきます。体ごと、はい、後藤との戦いの中で今、いろんなものを感じてきました。僕が15の時に入った時、あいつが、あ、僕が20歳の頃だったかな。あいつが15歳で入ってきたんです。それから10年というものを一緒に共にして暮らしてきて、そんな中で戦いが生じて、こんな試合になってしまった。ただ僕も後藤の中から溢れるエネルギーを感じるし、人間を感じるんです。いろんな意味で僕は確かに邪道かもしれません、プロレスを超えたものかもしれません。だけど僕らは肉体を通してプロレスラーであるものを表現したいわけです。プロレスラーというものを人ができないことをし、どんな過酷な条件であろうと僕たちは戦っていかなきゃいけない。それが FMW の真髄である。僕はそう信じたい一人です。後藤もそのために僕は逃げないでこのリングに上がるということを信じてます。後藤、お前にも言いたいことがあるだろう。お前にも喋りたいことがあるだろう。だけど俺たちはお前との戦いを通してこの FMW を守っていくんです。
のメインイベント WWE にてブラスナックル選手権試合ノードプユース戦線電球爆発で待ち時間無制限一本勝負を行います。アウトがリアケットでパッドカンカンボタンドこのコーナーチャンピオンリアケット30パッド本日のメインイベント、心臓の弱い方はご覧にならないでくださいというようなね、映画のキャッチフレーズじゃないけどそんなことを言いたくなるようなデスマッチが実現しました。いや本当にすごいですよね。ロープの代わりに有刺鉄線巻いて200ボルトの電流流して、さらに小型爆弾ですか、それが120個ついてるっていうんだから、4つの要素がね、ノーロープ、有刺鉄線、電流爆破という。最後の1回目の爆破、これは早かった。こんなに早く爆破するとはちょっと予想もしてなかったんだけど、この音がすごい、音がすごかったね。多分ファンの人には冷やかしでね、どの程度爆発するんだとかなんとか言った人もいると思うけど、すごいわこれは。この衝撃で、最初の爆破の衝撃で森田選手は背中と左腕かな、そうですね、まあ、まあ、有刺鉄線なんかの影響もあって、もうどの要素か分かんない感じですよ ね, よね。あ、これはパワーボム、放り捨てる形のパワーボムですね。でも本当にちょっと触れただけでこんなになってしまうんですからね。そうそう、本当にこれは並大抵じゃなきゃ今上がれないですよ、私たちは最前列の、まあ、記者席にいたんだけど、これ結構従来のあれと違って離れてたんでね、いわゆる倍ぐらい離れてたね。ええ、まあ最前列のお客さんにちょっと危険だというんで間隔を広く取ってあったんだけど、それでもやっぱりちょっと怖かったね。これは正直言ってね、怖かったんですよ。私本当後ろに行こうかなと一瞬思ったぐらいで、いやだからもう本当にね、寄ってくるじゃないですか、自分たちの席の方の有刺鉄線、ちょっと来ないでくれ来ないでくれね、そうそうそう、来るともう爆発した破片かなんかが飛ぶから、もうノートで顔を押さえて、そうそう、向こうへ行ってくれとか思っちゃったりしてね。この時ばかりはね、いつもクールな表情で試合を見てる記者連中も悲鳴上げてましたからね。中には目を背けてるものも実際いたし、私もね、この音に弱いんだよね結構。カメラマンはね、耳栓をしなきゃ写真撮れなかったんですよね、リングサイドは。そう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 、でレフリーはもうゴーグルしないと 目が危ないですからね。ちょうどその破裂したね、破片が飛んでくると、そういうことだね。この4の字の攻防っていうのがまた非常に後藤は考えたというかね。確かに4の字かけられるとやっぱりロープに逃げようというレスラーとしての習性というか、あるから、ところがロープへ近づけば危ないという、これはなかなか考えた、ね、戦法だと思うんだけど、直接技だけじゃなくて心理的な要素もこれはね、そうそうそう、じわ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 と苦しめるっていう、もう本当に後藤選手もいい面構えになったっていうか、俺が FMW を背負って立ってやるっていうのがすごく感じられるね。やっぱりこれは正解だったね、そういう面では。最後の三田選手が判断したというか、このシーズンのシリーズ名じゃないですけど、しかしその大仁田も負けていないというか、この気迫がすごい。これ頭突き合戦というより気迫のぶつけ合いっていう感じですよね。これ引いちゃうと、引いちゃったら後ろにあれが待ってるからね、どっちも引けないところという。本当にこんな試合は世界でもないですよ。まず初めてでしょうね、もっとも今世紀最大のデスマッチという銘打ってるんだけど、まあ、まだ史上最大が残ってるからと大仁田選手はなんか後でね、冗談交じりに言ってたけど、
本当に。でもコリジョンですね。ちょっとあーすごい、ちょっと触れてこれですからね。すごい衝撃。なんか靴も気のせいか焼けてるんじゃないかっていうね。やっぱレスラーってのは無意識にこうロープの方に行っちゃうんだよね。手とか足出しちゃうっていうか、うん、みんななんかロープの距離っていうの分かるって言いますもんね。うん、で安全策を取るためにはロープに逃げるっていうのがもう無意識のうちに身についてるから、そういう面では本当に恐ろしいデスマッチに出演したという気がするけど、うん、本当にこの4文字の攻防だけでも客は戦慄してるわけですよね。我々ももうこれ見ててもロープに転がっていくのが怖くてね。うん、まあ、四の字でこれだけのねこう雰囲気というかムードを持ったっていうのは最近ではちょっと見られないもんね。うん、まあ、後藤選手試合前に腕を組んでね身を出しというシーンがあったけど、この四の字というまさにあの前世紀のザ・デストロイヤーをちょっと思わせるような、まあ、そんな雰囲気があったんだけど。いや後藤選手っていうのはやっぱりアメリカで苦労してきてるから、こんな話すると本人嫌なのかもしれないけども、フロリダのステーキハウスで働いていて、あでコックやってて、その時に新日本プロレスの坂口社長と武藤圭司がそこに食べに来たらしいんですよ。で後藤選手はやっぱりその時顔見せられなかったって言ってましたからね。あいわゆるもうインデペンデントのプロレスだけでは食べていけなくて、そういう仕事もやりながらプロレス続けて、でようやくねこうやって日本に帰ってこれたからこそ、FMW を守るんだ俺がやるんだってこういう試合ができるんじゃないかなっていう気がします。それだけの背景っていうかねやっぱりあるから、後藤選手はすごく血が出血しやすいというか、一旦切れちゃうともうすごいですからね。すごいね、この人の額っていうのまたすごいね、レスラーの中でも。ああまたロープに近い。本当この時はヒヤヒヤもね、我々もヒヤヒヤもんで、もう行かないでくれとか思ったら願っちゃうんだけど。本当に目を開けてなきゃいけないんだけどね、目を閉じたくなるんですよ。カメラマンは結構ねシビアだから手を伸ばせって思ってたみたいですね。ああやっぱりいい写真を撮りたいという、そのまたプロ根性。だろうしね、人格が変わるんでしょうねカメラマンもね。本当私なんか後ろに行きたいと思ったけど、後ろ行っちゃうとちょっと周りをね手前恥ずかしいというのもあるしもう我慢して早く終わってくれとか本当思ったぐらいだから、確かに客席からねもうやめてくれって声が途中飛んだんだけど、本当にそんな気持ちにみんななってたと思うんだよね。それこそちょうど僕の後ろの男の子の不安だと思うんだけども、もういいもういいってずっと言ってましたもん。あそれは確かにみんなの気持ちかもしれないね。例えば4の字してもうギブアップしていいよと、うんここまでやってくれば俺いいからっていうような感じの声援飛んでましたからね。やっぱりね、僕もそう思いましたもんやっぱり、もうそこまでやんなくてもいいんじゃないかってね。あこれがブルドキング、これもまたヒヤッとしたね。普通だともうコーナーの方まで飛んじゃうとこなんだけど、あーまたまた行った、ああもう総立ち総立ちってやつで。でもこういう状況であえてねああいう技を使うところが大仁田敦のすごいところだなと思いますね。いかにも無鉄砲というか向こう水という感じだね。この会場にもちょっと触れておきたいんだけど、これ汐留のねレールシティ汐留っていうのはまさに初めて使うところだけどね。そうですね、最初はこれいわゆる広場の真ん中というか、青空のリングでやる予定だったんだね。ところが台風10号だったかなの影響で、ね、まあ心配されて、まあ、こういう屋根の下になったと。ただこれがまたすごく幸いしたというか、雰囲気としては非常に良かったね。でこれが台風が来ちゃって、そうそう、もし来ちゃったら次の日に順延、それでダメだったら中止ということだけども、装置にすごいお金かかるんですよね。そうそう、で前の日問い合わせて見たんですよ FMW のオフィスに、はい、そしたら事務所の人がもし今で2日流れて大会が潰れたらね、それこそうちの会社もその経費で倒産しかねないって本当心配してましたもん。ああそういう面では非常に強運というかね、土壇場でのね、そういうものもすごく感じさせるねこの FMW っていうのは。でも本当レスラーだけじゃなくね、会社自体もそういう崖っぷちのところでこういう興行を打とうっていう意識を持ってるところがすごいなと思いますよね。まあ、それがファンに伝わるんだと思うしね。ああまた行く、あー行く、あーっとこれがまたすごかった。今レフェリーも大変だよね。しかし
ょっとこれレフェリーもやりたくないって感じがするけど、いや本当にゴーグルつけてても汗入ってくるからね。今レフェリーがねターザンのことに飛ばされそうになったけど、必死に持ち込まれたんだけどね。とね、ちょっと隙を見せるともう触れちゃうでしょ、うん、もう何回目になるんだろう。もうあレフェリーもちょっと耳やられてるみたい。ちょっと予想だにしない時に爆発したから、なんかレフェリーやっぱり耳栓してたらレフェリングなんかできないですから ね、うん、ね。あこれだ、これだ、どこかの拍子になっていたという、どこかとどこかの拍子だった。今桃の後ろがもう色が変色してたんじゃないですかね。やけどやっぱりもうこの時点でやっぱりあったみたいね。今のは本当この試合のクライマックスとも言うべきシーンですよね。そして DDT もう今チャンス、ここがチャンスという感じですね。大仁田選手としてはでも本当に後藤選手の目が死んでないっていうのも大したもんだ。DDT とサンダーファイヤーパフォーマン、まあ普通ならこれでもうそのレッサーなら終わりなとこなんだけど、いや本当にもうさっき有刺鉄線に引っかかった時点で戦意喪失ですよ。そうそうそう、またもう一発だね。でもこうやってあえて許さずに大技をかけていく大仁田選手も大した男ですよ。2発目、まあ後藤選手としては先ほどのあの爆破のダメージが全部大きかったということだろうね。特にあの有刺鉄線があったもんで、ノーロープっていうのはあれの時は効いちゃったんだね。ロープがあったらまだリバウンドしてすぐこう外れたかもしれないんだけど、ないことで結構長い時間ね張り付いてしまったっていうか、あれが非常に災いしたんじゃないかな。まだ立つ、まだ立つからな。これがそしてこれ3発目のサンダーファイヤーパブ、両者ダウンかけてる方もこれね、後藤選手も重いから結局 DDT とサンダーファイヤーパブも3発ずつ計6発、全部頭と首にくる技ですからね。これは壮絶なフィニッシュだったね。あ手伸ばしてる、届かないんだね。もう本当に力尽きたっていうという感じだね。もう文句なしでしょ、まあ、これは何も言えないですよ、これだけやったら。いや早くももう年間のベストバウトには押してる人いますから、分かるでしょうか。フィンダーを潰したくない、続けていきたいなという、そういうような
大きいですね。うん、本当にね、泣きのウインターとか言われるけどもね、うん、こうやって感情を出して泣けることがあるっていうのは素晴らしいことだと思いますよ。うん、きっとそれが羨ましいから冷やかす人は冷やかすんだと思います。うん、それはあるかもしれないね。うん、この後藤コールもなんか聞いてじんときましたね。じんときたね。もうついに起こったという感じで、私つくづく思うんですけど、まだ FMW で1周年なんですね。だからそれでこれだけのもうダメージを負ってたら、鬼田選手の体というかこれからがすごく心配ですね。うん、でもそれがやっぱり鬼田敦史という男の生き様なんじゃないかなっていうふうに思いますね。それがまた不安に支持されてる部分でもあると思うんですよ。うん、彼も覚悟はできてるんじゃないですかね。一度死んだ男なんだから。うん、